過不足算は文章題の一種。ある個数のものを何人かに分けた時の過不足の情報が2つ与えられる。そこから人数と全体の個数を求める問題。似たような問題に3つ目算がある。いずれも全体の差1つあたりの最イコール個数という式が成り立つ。しかし、小学生には例題1、例題2、例題3は少し違ったものに移るようなので、 三つの方があるとして与えると良い。やがて彼らは三つの方は結局同じものであると気づく。古くは英不足さんとも言われていた。泥棒たちが盗んだ布を山分けする。布を八単ずつ分けると四単余り、十単ずつ分けると八単、足りない。泥棒は何人いるか、また布は何単盗んだか。全体の差一人分のサイコール人数イコール六。 86プラス4イコール52、または16から8イコール52答えは6人、52単で、ある。泥棒たちが盗んだ布を山分けする。布を8単ずつ分けると12単余り、10単ずつ分けると2単余る。泥棒は何人いるか、また布は何単盗んだか。全体の差1人分の最イコール人数イコール5、85プラス12イコール52。 または15プラスにイコール52答えは5人、52単となる。泥棒たちが盗んだ布を山分けする。布を8単ずつ分けるには2単不足し、10単ずつ分けるには12単不足する。泥棒は何人いるか、また布は何単盗んだか。全体の差1人分のサイコール人数イコール5、85から2イコール38、15から12イコール38答えは5人。 38端となる、ありがとうございます。